い、では高橋さんもガブリとお召し上がりください。不思議な感じです。おいしい。文章でその良さを伝えられるかということがとても大切だと改めて実感いたしました。現地に行ってこの感じた思いを一方的にならないようにお伝えしたいと思い、かなり考えて文章の方は作りました。配信通してキッチンカーのですね、可能性を皆さんにお伝えできればなと。少しでも生産者様の物語というものを伝える機会ができたことを大変嬉しく思っております。なるというか食欲がどんどんそそられるので大好きです。え、ココナッツだ、ね、めっちゃココナッツです。口に至る端にジュワーってきますね。改めてこう文章の感じを味わい直すみたいな感じがいいんですよね。これがこだわりがすごい伝わってくるので、より食事が楽しめますし大切な時間になるなって思いました。